いろいろいじったりディスったりですねしておりますけれども、おめえらも考えた方がいいよ。テレビ界の権威みたいになって松本人志さんがこう祭り上げられるような状況になってることに対して、まあ、中田敦彦さんはすごく西野昭弘君のですね吉本興業退社だったりとかですね、マネージャーさんと喧嘩してとかですね、使えねえマネージャーがどうのこうのとか、1年に1回マネージャーが変わるシステムだったりとか、そういったものがですね彼のまあ活動に合わなくなってきたと。彼の場合はもうそのお笑い芸人としてのまあ活動、昔からねお笑いの番組のひな壇芸人がもう終わってるとかですね、そういった過激な発言をですね繰り返してた先輩芸人の人とかはですね複雑そうな顔で見ておりますが、私もそれに関してはですね非常に同意でございます。彼が吉本興業を辞めて個人事務所での個人マネジメントにすると、全部そこに集約するということはですね非常に間違った判断ではないと思います。吉本興業の取締役をやられている坪田信孝さんをですね私のオンラインサロンにお呼びしてですね吉本興業側のですねお話も聞いてまいりました。よくあるですね吉本興業はギャラをぼったくってて特に売れてない芸人にはですね全然還元してないんじゃないかっていうようなお話よくまあ聞くと思います。僕もそういう話聞いておりましたがですね、例えばこれは吉本興業側の論理で言えばどういうことになってるかというと、実は吉本興業というのはですねすでに年間5000本以上のですねテレビ番組を制作する実は制作会社でもあるんですね。つまりお笑い芸人をマネージメントしながら年間5000本以上のですね番組を制作していると。つまり大きいところはですね制作の方もやってたりとかするんですけれども、ちっちゃい芸能事務所なんか制作能力はありませんので人を出すだけ、つまり人材派遣会社と似たような感じですね。人材派遣会社プラスの制作会社というよりはもうむしろ制作の方が全然比重が大きいわけですね。そうなると例えばテレビ局から吉本興業が番組制作を受け負うと、じゃあ年間5000万円で受け負いますとってなるとですねギャラよりも全然制作費の方が多いわけですね。たくさんのスタッフさん雇ってお道具小道具作ってですねロケハンやったりとかいろんなことやるわけですけれども、こういった部分が制作費としてかかってくると。じゃあ5000万円番組に予算あります、その中で制作費がいくら、そして人件費がいくら、じゃあこの芸人さんのギャラはこれぐらい、そういった中で決められていくわけで、5000万の経費なのに全体で芸人のギャラが一人当たり200万しかないじゃないかとか、年間でですねものすごい搾取してるとかですね、そういったお話になるわけですけれども、そうではなくて、番組制作費全体から考えるとですねそんなぼったくってるという、まあ、つまりマネジメント手数料として、非常にそのぼったくってるような数字ではないというふうに、まあ、もちろんその言葉をですね 100% 真に受けるではなくですね、財務諸表等はですね今公開企業ではないので公開されておりませんが、例えばまあ過去のですね有価証券報告書、まだ吉本興業がですね十何年前はですね上場してたのでですね、そういったところを分析すると面白いんじゃないかなというふうに思います。吉本興業というのはですねすでに制作会社機能の方が全然大きい会社であると。それにプラスしてですね NSC のような芸人さんを育成するプラットフォームであったりとかですね、もちろんその西野昭弘君の煙突町のプペル、こちらにもですね制作委員会に入って、まあ吉本興業制作という形になっておりますので、まあこういったところでもですね利益が上がってる、そういった構造になってると。芸人さんとの契約問題で言うとですね、まあ要は芸人さんが実は吉本興業所属した気になってると、明確な契約交わされなかったっていう、まあ結構驚愕の事実が あったわけですけれども、まあ芸人さんの側もですね吉本興業に自分は所属してるというふうに、まあ、思い込んでるという状態だったと。普通の会社であればですね雇用契約書なり専属契約書、そういったものを結ぶわけですけれども、それを昔からの流れでですねいいのか悪いのか、まあ緩い口約束関係でですねお仕事が進んでたという状況ですね。なのでそもそも所属というよりはエージェント的に、坪田さん自体はエージェント的な動きだというふうにおっしゃってましたけれども、むしろそのアメリカとかのですね芸能系のマネジメント会社に近い形態であったし、今後もですねそれにどんどんその寄せていくというようなお話もありました。まあ第一義的に西野昭弘のマネジメントというのは彼の個人事務所で行うんですが、必要に応じて吉本興業が制作する番組あるいはコンテンツ、こういったものとですね西野昭弘がマッチングすることがあればですねお仕事を発注していくと。西野昭弘君よくですね吉本興業は僕にとっては実家みたいなもんだというふうにおっしゃってましたけれども、まさに実家みたいなもんで、微妙なね
距離感を保ちつつも、まあ自分を育ててくれた、彼も NSC 卒業生だと思うんですけれども、まあこういったところでもありますし、お仕事の中でですね、連携をしていくことがあればですね、やっていくと。彼のまあ、キングコングとしてのですね、相方、カジサックさんは、そのまま吉本興業に残る決断をされましたけれども、まあそれも当然のことで、カジサックさんの方は、引き続きですね、お笑い芸人としての活動の方が全然比重が高いわけで、吉本興業とですね、まあ、専属マネジメント契約をしていた方が、実は、得であると。大崎会長、坪田さんあたりをですね、中心とした DX チームがあるわけですね。吉本興業の、まあ、お笑い芸人さんたち、皆さん YouTube チャンネルをですね、まあ、カジサックの成功以降ですね、たくさん、やっておりますけれども、こういったところの戦略をですね、今すごく DX を戦略的に実は吉本興業さんやられておりまして、こういったところにもで、ね、力を入れていくんじゃないかなと思います。西野くんの成功というのはですね、彼自身の資質によるもの結構多いと特にそのお笑い芸人じゃない部分ですね。僕はでもね、今一番大事な力というのはすぐに動くこと。企画を考えたら昔はじっくり揉んで準備期間をかけて動く、ゴーするっていうのが普通だったと思うんですけれども、今はですね、すぐ動く方の方が僕は大事だと思っております。いわゆる即応力的なものですね。彼はそういった力が非常に強いと。例えばカジサクさんのような方っていうのはどちらかというとプロデュースされた方が本領発揮する方だと思います。こういった人たちが特にその大手の芸能事務所と強固な信頼関係を築きながらあの仕事をしていくし、個人のプロデュース能力に長けた人物、例えば西野晃弘君とか中田敦彦君、こういった方々というのはですね、外に出て活躍した方が面白いと。旧来型のメディアがですね、そのことに関していろいろいじったりディスったりですね、しておりますけれども、おめえらも考えた方がいいよと。こういったことをですね、いつまでもやって、ぐだ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 言ってたらですね、時代に取り残されてしまうんじゃないかなというふうに思っております。少しはですね、こういった分析をして、今後のですね、社会のですね、変革にですね、きちっと対応した方がいいんじゃないかなと。思います。ツイッターでちょっとプチバズってる中田敦彦さんがですね、動画で霜降り明星さんっていうお笑い芸人さんのどっちをディスったんですかね。どちらかをディスって、これか、霜降り聖夜粗品の名前を動画で出した中田敦彦にマジ切れみたいな、これに関して面白かったんでちょっと絡んでみました。もともとその元ネタとして中田敦彦さんが松本人志さんが M1 とかですね、そういったところの賞レースというかですね、お笑いの賞の審査委員長みたいなのにほとんどのところに みんな松本人志がいて、松本人志さんのお笑いが全てだみたいな感じになってるのは良くねえみたいな話から多分始まったと思うんですよね。で、僕はかねてよりその M1 があんまり面白いと思えないっていうお話があったんですけど、今回のその一連のツイートの中でですね、パソコン太郎さんって人が、まあ彼ネオ HIU のメンバーなんですけど、これ松本人志さんも言ってるのかな、お笑いというのはまあその心地よい裏切り、聞いてる人たちがですね、こういう風に言うだろうと思ってたのをちょっと軽くいい感じに裏切ってってるような表現をするとすごく受けるみたいな、まあ、お話があったんですけど、そういうことなのかと。まあ、つまり僕も M1 とかのお笑いを見てて思うのは、次に何が来るのかがなんとなく分かっちゃって、あ、これかみたいな、面白くないじゃんみたいな、じゃあ分かってしまうと面白くない系の漫才って、分かってしまうと面白くない系のネタが多いというか、僕はあんまり本を読み返したりとか、同じ本をもう一回読んだりとかってしないんですけど、ドラマとか映画とかも何回も見たりとかすることはあんまりないんですけど、たまにそういうのがあって、例えばオリジナルのトップガンとかって何回も何回も何回も見るんですよ。なんでかなと思ったら、オリジナルのトップガンでトニー・スコットっていう監督がいるんですけど、彼がものすごく音楽使うのが上手くて、もう音楽映画みたいになってるんですよ。ミュージカルじゃないけど、まあ音楽映画みたいになってて、もう最初からずっと音楽がいい感じで使われていて、ベストアルバムを聴いてるみたいな感じの気持ちになるんです。音楽って繰り返し繰り返しアップルミュージックとかで聴いて、でカラオケで歌うとか、もう何回も擦るんですよね。でも擦るのが音楽ってすごく面白いし、 R1 系の、まあ、一発ギャグ的なネタも何回も真似して何回もやることの方がむしろ面白い。最初も面白いんだけど、何回も擦っても面白いみたいな、なんかそんなところがあるのかな。だからお笑いももしかすると、まあ、落語みたいな感じに昇華していくと、水戸黄門とかね、必ず最後この印籠が目に入らぬかみたいな感じになってるけど、それをみんな期待して見ちゃうみたいな、
なんかその辺がすごく僕中途半端になってるような気がしてるんですよね。だからやっぱ境界知能の人とか、まあツイッターで僕の発言にマジ切れしてる人たちとかも、まあ境界知能だな、僕は何言ってんのかよく分かってねえだろうな、ただ単になんかその霜降り明星さんをディスってるとか松本人志さんをディスってるとかっていう風に聞こえちゃうんだと思うんですよね。だからもう面白くないって言ったこと自体が嫌ってるみたいな。いやいや別に嫌いじゃないよね。え、松本人志さんすごいいい人ですよ。番組で和牛マフィアのカツサンドを持ってったら、会員証プレゼントしたら律儀に1ヶ月後ぐらいに芸人さんをいっぱい連れてうちのお店来てくれて、すごいお金使ってくれたんですけど、すごいいい人だと思います。だから別にその好き嫌いで言ったら好きなんですけど、お笑いは僕は正直面白くないなと思っちゃったし、映画もっていう風に思ってしまったと。何が面白いのか分かんないんだけど、それがそのなんかこうテレビ界の権威みたいになって、松本人志さんがこう祭り上げられるような状況になってることに対して、まあ中田敦彦さんはすごくそれは良くないんじゃないかみたいに、まあ普通に言っただけなんだけど、それをなんかディスる芸人さんがいたと。それに対してなんか変なんじゃねえのっていう風に僕は言ったら、なんか境界知能みたいなやつらはお笑いをバカにすんなとかですね、漫才とかずっとやり続けるのがいいんだと、 YouTube とかに力入れてシンガポールとかに行ってるやつはなんか変だみたいなことですね、言ってるバカがいるのがちょっと許せないだけで、まあまあでもそういう人たちに結構支えられてる部分もあるのかなと。あと僕が M1 面白くないって思っちゃうのは、次のネタが想像できてなんかそれであんまり楽しめないっていう部分があるのかなっていうふうに思わされたお笑いについての考察でございましたということで、まあ僕はあんまお笑い見ないんですけどね。だからなんかほらラーメン屋談義と一緒で、誰でも安く、まあ、テレビでタダで見れるし、短いし話し言葉だから本とかじゃないから理解できるし、なんか心地よい裏切りというかが楽しめるしっていうことで、多くの人たちがお笑い、特にそういった漫才とかが好きなのは理由はまあ分かりましたと。だからなんかラーメン屋談義っていうか、ラーメン屋の味とかに対してすごいうるさいラーメンオタクみたいないるじゃないですか。なんでそういう人たちがいるかっていうと、日本のラーメンってどこ行っても1000円以下で食べれて、味のバリエーションも多いし、まあつまり安いし味のバリエーション多くて、金持ってなくてもある意味バカでも好き勝手なことが言える。別に正解があるわけじゃないから、味覚って正解ないよねみたいな話に結局なっちゃうんで、みんなうんちくが言えるみたいな、みんな頭いいわけじゃないんで、バカなこと言っても声がでかければなんとなく尊敬というか評価されるみたいなところが、笑いファンの構造とそのラーメンオタクの構造って割と似てるなっていう。だから僕みたいなやつが来るとマジうざいんだろうねっていうのはすごくよくわかる。好き嫌いでまたこの人たち話してるわっていう。知能指数下がれば下がるほど好き嫌いがすごく重要になってくるんで、この人は自分と反対のことを言ってるってなると嫌いとか、なんかそんな感じになっちゃうんですよね。